と読みこなしてくれまますす箱が開きます一方、イオンは水が攻撃力を低下させる一方で別の動きをさせてくれることに気づき特に注入によってそれを有利に利用できると考えます彼は自分が狂気の門の能力を過度に使用しておりそのせいで狂気がこれまで以上に高まっていることを自覚しています彼は精神力を高めることは 時間の経過とともに狂気が減少することを意味することも知っています。彼の性格ボードには、イオンがレベル3であることが示されています。彼の知性は5です。彼の強さは5です。彼の敏章性は5です。彼のスタミナは5です。そして最後に、彼の精神力は10です。 彼は能力を主に使い続ければ精神力が減少することはないことを理解しています。クエストボードが表示され残り時間は45分と書かれています。彼はあと45秒間持ちこたえられるかどうか考え始めます。狂気のバーが100点中39点に上昇。彼は K に狂気のバーが40点を超えたらどうなるのかと尋ねる。 K は、教えられないと告げる。イオンは、自分よりはるかに強い敵と対峙して、力の交換で精神を衰えさせるのは怖いと気づく。固めの怪物が襲いかかろうとする中、彼は恐怖を感じるが、恐怖を克服できるかもしれないと考える。彼は、狂気のバーが40点に上昇したらどうなるのかと考え、恐怖を解消する。 固めの怪物が襲いかかろうとしている。そして K は驚いて彼を見つめる。イオンは45秒間自分の力で耐えるつもりだと彼が思っているのが正しいのかと疑問に思う。彼はその考えが頭をよぎったことを信じられるかと尋ねる。狂気の王はニヤニヤ笑い、彼の態度が間違っていると結論づける。固めの怪物が彼を襲う。 彼は彼をちらりと見ながら彼を切る。イオンは彼が間違った言葉を使ったことに気づき、すぐに彼を攻撃する。彼は45秒で殺せるというのが正しい言葉だと思った。彼は剣でモンスターを攻撃し、自分の力を使う。に、イオンは恐れることなくモンスターを攻撃し、地面に倒す。 彼は再びモンスターを持ち上げ、攻撃することでモンスターを遠くに投げ飛ばす。彼はその力になれることができると気づき興奮する。彼の狂気バーは100点満点中45点に上昇する。彼は質疑の中でレオの声を聞き、彼の話を聞き、そこで何が起こっているのか尋ねると、質疑から彼を解放するように言う。彼は立ち上がり、 なぜ彼を解放するのにそんなに時間がかかったのか尋ねる。彼は水が入った棺の中にいることの恐ろしさも知っているのかと尋ねる。彼は彼らがまだ棺の中で息をしていることに気づき、なぜ彼らが棺の中で息をしているのか疑問に思う。レオは遠くからモンスターが襲いかかろうとしているのを見て、イアンに目の前に見えるものや彼らがいる場所について尋ねます。 彼はイアンに固めのモンスターについて知らせ、彼らが海の底にいることを告げます。戦いから解放されたら、すべての経緯を説明するようイアンに言います。彼はイアンにモンスターを殺す準備はできているかと尋ね、レオは選択肢があるかと尋ねます。しかし、彼には選択肢がないので、攻撃してモンスターを殺すしかありません。 彼のクエストボードには残り時間が25秒しかないと表示されていたので、彼はレオに自分についてくるように指示します。イアンは彼の言うことに従わなければならないと聞いて笑う。彼は彼を見ながら自分の力を発揮する。イオンは彼が召喚者であることを知っているが、それは獣に限られていると思っている。彼はニヤニヤ笑い。 彼を切り刻もうとしながら攻撃する。イアンは、かなり頑丈そうな彼の武器を見て面白いアイデアを思いついたとレオに言い、片目のモンスターをつかみ、全力で殴るようにレオに指示する。レオは、イアンにすでに彼のことを感じていて、なんとなく狂っているが、今言ったことはそれ以上に異常なことだという。彼はイアンに一緒にやると告げるが、 それは彼の愚かなアイデアだったことを思い出すようにも進める。彼は固めのモンスターを全力で攻撃する。モンスターは後ろに倒れ始める。イオンは、レオが強いことは知っているが、彼が予想以上に強いことに気づく。彼がそんなに強いとは思っていなかった。K は、彼の体力がどんどん減っているので、もっと気をつけるようにと提案する。 彼の体力ポイントは100から60ポイントに減少。彼の狂気バーは100のうち45です。彼はまだ10秒残っていることを知り、固めのモンスターが海の奥深くに落ちていくのを見ます。イアンはそのモンスターを見て、まだ動けるかどうか疑問に思います。彼はイアンが自分からかなり離れていることに気づき、時間通りに彼のところに行くことはできません。 彼はモンスターが自分のところに来るのを見ます。彼はまだ10秒残っていることと自分の体力が弱いことに関心を持ちます。彼はイアンを攻撃します。ケイとレオはモンスターが彼を攻撃したのを見て驚きます。彼はイアンを殺すのにそれほど長い時間はかかっていないと彼に言います。彼は1秒1秒を大切にした方がいいでしょう。 彼はクエストを完了しながらモンスターを蹴ります。残り0秒です。彼は固めのモンスターから60秒間無事に生き延びました。K は今日王が彼を選んだ理由に気づきます。彼は固めのモンスターが地面に倒れて死んでいることを見ます。彼の体力は300点中60点。狂気バーも100点中45点。 狂気の怪物が冒険者による片目の敗北について知らせ、さらにそのオーラをどこでも認識できるため、彼は冒険者だけではないとも告げる。狂気の王子アルノスは、年上の男が新しいチャンピオンを見つけたと思う。レオンは負傷し、片目に勝ったことに気づく。彼の体力ポイントは60点に減少し、狂気バーは45点に上昇する。 エオンは片目を倒してレベル7に到達した時に血をかなり失ったことに気づく。彼は新しい能力、つまり感染という報酬を得た。彼が手に入れた最新のアイテムは新しいシステム機能とインベントリーを備えた純粋な宝石である。彼は健康ポーションを常に持ち歩いているので、それを飲み始める。このようにして、 彼の体力ポイントは300点に上昇し、レオは固めの怪物の近くに座って彼を観察している。K はイアンに、今はインベントリーがあるので、アイテムの保管を心配する必要はないと伝えます。イオンは魔法のインベントリーを見て、親しみやすく便利だと思いました。インベントリーがあれば、自分が持っているアイテムを保管したり召喚したりできるので、 トーラのアシスタントだった時にインベントリーがあればよかったのにと言います。彼は魔法のインベントリーの中にある純粋な宝石を見て、それに触れます。その宝石はクエストの報酬です。彼はその宝石を手に持ち、その説明を読みます。それは魔法の特性を持つクリスタルの宝石として説明されています。彼がそれを砕くと、 それはそれを所持するものからすべての狂気を即座に取り除きます。彼はその宝石が便利なので、将来使用するためにそれを自分の手元に置いておく必要があることに気づきました。そこで彼は今のところその宝石を使わないことに決め、まだ自分の精神をさらに推し進めることができると考えます。彼は新しい能力を見て、 これは何だろうと考えます。新しいスキルがアクティブになります。彼は感染レベル1です。そこで彼は10の狂気を使用する必要があります。そのスキルは、ユーザーが5秒間連続して保持すると、別のホストとの間で狂気を転送できるようにします。 彼はそれが有益であることを理解していますが、狂気のコストについて明確にする必要があります。彼は追加の10の狂気も転送できるかどうか疑問に思います。K はしばらく考えてから集中して説明をもう一度読むように提案します。イオンは考え始めると最初の制限に気づきます。それは自分の狂気が95に達すると、 感染した他の人に狂気を移すことが不可能になるということです。二番目に重要なことに気づいたのは、自分が大切に思っている人に狂気を移した場合、追加の10の狂気で相手を狂わせることができるということです。K は彼に何が分かったのか尋ねます。それ以外に、彼は考え始め、 5秒間連続して相手を拘束できない場合は狂気を移すだろうと気づきます。こうすれば自分自身をさらに狂わせることができます。K は自分が本当のことを言っていると同意します。彼はさらにターゲットを拘束することはできず、感染によって移さずに合計10の狂気が追加されると伝えます。K は その力を賢く使うことを提案します。さもないと誤って自分自身を狂わせてしまうかもしれません。彼は片目の怪物の死体の近くにいるレオを見てある考えを思いつきます。彼は彼に電話して彼を信頼しているかどうか尋ねます。彼はレオをある程度信頼していると思います。彼は 彼に何かをしてもらいたいと伝えます。彼はレオの手を握り、これからやることはすぐに終わると約束します。彼は自分の狂気をレオに移し、こうして彼の狂気は35に減ります。彼は手を離し、狂気レベルを40未満に戻した後、自分の心が新鮮でクリアになっていることに気づきます。彼はレオにミツルの狂気を移し、 ちょうど10の狂気を移したばかりなので、彼はまだ精神的に安定していることがわかりました。彼はレオがニヤニヤしているのを見て、楽しいと感じて繰り返してほしいので、もう一度やるように言います。レオの狂気バーは100のうち41に上昇しました。彼らはファルコンにそれが本当かどうか尋ねます。そして、ウェンは、 一度そのことを始めたら後戻りはできないと彼に伝えます。彼はそのような美しい日に初めて会ったことを彼に思い出させます。ウェンはすでにその日のことを覚えており、ファルコンはウェンの人生を永遠に変えると約束したことを思い出させる。ファルコンはこんな些細なことを恐れながらどうやって英雄になれるのかと疑問を呈する。ウェンは 自分のせいでプレッシャーを感じていないかと尋ねると、ファルコンは激怒し、口を閉じるように言う。ウェンは、もしもう一言でも話したらボードの上に投げ飛ばすと警告する。そして、彼らがアトランティスを征服するつもりだと告げる。それどころか、レオはイオンに、楽しかったからもう一度やるように頼む。イオンは、レオに対する彼らの狂気があまりにも高まっていて、 自分が何を言っているのかわからないことに気づく。何と答えればいいのかわからない。しかし、彼は大丈夫かと尋ねる。レオは同意し、なぜ尋ねるのか尋ねる。イアンは何の説明もなく、無作為に尋ねていると彼に言う。K は、レオは自分の狂気をとてもうまくコントロールしていると彼に伝える。突然、 彼らは片目の体がそこにないことに気づく。突然、彼らは誰かの声が聞こえ、顔を向けると、固めの体を抱えて立っている誰かが見え、固めの体を抱えている怪物が、これまでの人生で一度も喪失を経験したことがないと彼らに言うのが聞こえた。今、彼はそれがひどい気分だと気づいた。それは感情、混乱、苦悩、そして安堵の渦巻きである。 イアンは彼が誰であるかを尋ね、その怪物は彼が彼らの町に侵入した人物であると彼に告げる。それでも彼はあえて自分の名前と称号を要求します。彼はイオンが気が狂ったのかと尋ねます。彼はアルーノス王子も彼に興味を示しているので、それが正しいと推測します。彼は今彼を連れて行くので身を守ったり、 卑屈になったりせずに仕事を楽にすべきだと伝えます。イオンはそれを見て、彼が自分に魔法をかけようとしているのではないかと考えます。レオは彼を負け犬と呼び、それを持ってくるべきだと言います。彼は、レオが輝きを恐れると思うかと尋ねます。モンスターは、召喚者であるレオに、彼から恐れを感じていないと伝え、 彼が彼を必要としないのは良いことだと信じています。彼は自分の力を見せ始めます。イオンはまだ何が起こっているのか混乱しています。そして、レオは彼に待つように言いますが、彼は力を使うのをやめません。イオンはレオを見て叫びます。水の中の至るところに泡があります。彼は、レオがサメの上に座っているのを見ます。 無事で元気です。彼は彼女に自分を殺すにはそれ以上の力が必要だと言い、イアンの手をつかむ。二人がサメに乗って去ろうとすると、怪物は二人にこれからどこへ行くのかどう思うかと尋ねる。しかし、彼女は二人が素早く止まることなく動いているのを見る。二人はそこまでは行かないだろう。二人ともどこへ行くのか分かっていないと彼女は思う。 レオは怪物から逃げたい。レオはイアンに自分たちが本当に海の底にいるのかと尋ねる。イアンはどうやって海から出るかを知る必要があり、イアンもどうやって海から出るかを見つけなければならない。サメの矢が二人を襲う。そしてその矢でサメは負傷し、落ちる。サメが地面に激突すると、エオンとレオはサメから立ち上がる。 怪物の人魚がそこにやってきて、攻撃者にその方向を攻撃するよう指示する。怪物はエオンとレオが自分に向かってくるのを見る。エオンは剣で彼女を攻撃するが、彼女には何も起こらない。彼は自分の歯が彼女に効かなかったことから、彼女に何の害も与えなかったことに気づきます。レオはレオンのところへ来て、 彼を連れて別の海の怪物を見に行きます。彼は剣で彼を攻撃する。彼は剣の力を借りてそれを切り裂き、それをバラバラに切り裂く。しばらくして、イアンも剣で海の怪物を攻撃し、今度はそれがうまくいった。彼はそれが以前の自分の弱い派ではなかったことに気づいたが、その時は切り裂くほど強くはなかった。 彼はケイに助けを求め、ケイは彼を助けることに同意したが、それは最後にもう一度だけだった。イアンは怪物を攻撃し、怪物はイアンの首を掴んで圧迫する。レオはイアンが首を圧迫されているのを見て叫ぶ。ケイは彼が頼んだ恩恵が満たされたと彼に告げる。それは属性ポイントを割り当てることだった。 怪物の体の部分を切り裂いた後、イアンの力が増すにつれて、怪物の体の部分は引き裂かれる。イオンが怪物の体の部分を切り裂くと、怪物は地面に倒れる。彼は怪物の喉をつかみ、自分の狂気を彼女に移し始める。アクティブスキルボードが表示され、感染レベルが1、使用が狂気10であることが示されます。このスキルにより、 ユーザーは5秒間連続して保持されている場合、別のホストとの間で狂気を転送できます。モンスターが地面に倒れると、イアン派すっきりとリフレッシュした気分になります。K は、イアンが死にかけの敵に狂気を転送し、その敵を利用したことに気づきます。モンスターは K を見て、彼女をフルネームの香りで呼び、彼女が香りかどうか尋ねます。 イアンは、獣が彼女を知っていると聞いて驚きます。ケイは、彼女は有名な鈍色者なので、驚くべきことではないと彼に伝えます。レオはモンスターが何を言っているのかわかりませんが、レオンは心配しないように言います。彼は、モンスターがケイの狂気を転送する前はケイが見えなかったが、今は見えることに気づきます。モンスターがケイを見ることができるのは、 彼が自分の狂気をモンスターに転送した時が2回目です。モンスターは暴れ回ります。怪物は口の中で、K はむさぼり食うものだと喋りまくる。彼は、狂人だけが形を見ることができると結論づける。そして、その結論で、怪物は正式に狂った。それは、 怪物が今やもっと簡単に悲鳴を上げられるようになったことを意味する。怪物はイオンが王子なのではないかと考える。彼は怪物にどうやってこの場所から脱出するかなどについて尋ねる。怪物は自分が王子だと思うと伝える。そこで彼女は自分たちはそこに閉じ込められているのでこの場所から出られない。 この場所から脱出できるのは彼だけだと伝える。レオは自分が愚かなことを言っているので自分が愚か者だと思っている。イオンは怪物はレオにそう言っているのではないと伝える。実際、怪物は自分が疑問に思っている人にそう言っているのだ。イオンは怪物にこの場所から脱出できるのは誰か今目の前にいるのは誰なのかと尋ねる。彼は 自分がアルーノス王子を見ていると伝える。話を聞いた後、K はイアンに、彼が教王がよく話していた人物と同一人物であると告げる。彼はイアンに、アルーノス王子が彼の前に教門のチャンピオンだったと伝える。イオンは K にその後何が起こったのか尋ねるが、教王が彼について話すのをやめたためイオンにはわからず、彼は剣で怪物を殺し、 京王寺に会いに行くことにする。彼だけがアトランティスを離れることができるので、船は水中の建物に積み込まれ、怪物がそこにやってくる。ギルトのメンバーは怪物と戦おうとするが、怪物は彼らを地上の住人と呼ぶ。怪物は、彼らが立っている場所は彼らの領域ではなく、そこに来たのは間違いだったと告げ、怪物は彼ら全員を殺します。 ファルコン、タリア、ウェンがドアの後ろに隠れてそれを見ていると、ファルコンは彼らが見た怪物は彼らの前に立っているものより危険ではないと告げます。ウェンは彼らが後で危険な怪物に直面するだろうと考えて、船を離れて元の場所に戻ることを提案します。タリアは彼らが敵の領土に足を踏み入れ、そこに何があるのか知らないと考えています。 ウェンとタリアは絶えずお互いに話しています。ウェンは、そこに座して殺されるのではなく、戦っていくべきだと彼女に提案しますが、タリアは状況を分析すべきだと彼に助言します。ファルコンは顔を向けて、彼らの話をやめようとしますが、突然、怪物が彼らのところにやってきて、力を発します。ファルコンは後ろから彼女をつかもうとします。 彼は彼女を殺そうとしますが、怪物は彼の攻撃をかわします。攻撃は獣に害を与えなかった。彼はそれを見てショックを受けた。獣はなぜそんなに驚いているのかと尋ね、怪物は海で魔法が効くと考えるほど愚かなのかと尋ねる。ファルコンは彼女を掴んで攻撃しようとするが、彼女は冒険者たちは自分が思っていたよりも愚かだと思っている。 彼女はファルコンを攻撃し、ファルコンは彼らがアトランティスに来た理由が最高になるためであることに気づく。彼はヘロディアで最高のギルドになりたかったのだ。だから彼のギルドのメンバー全員が彼をリーダーとして信頼していた。彼らはみんな、ファルコンがそれを実現させ、彼らの夢を現実にしてくれると信じていた。彼は自分の任務に失敗し、 探索中にほとんど全員が殺されたことに気づく。彼は彼らが間に合うように戻ってくるべきだったこと、そして全員を救うことができたことを後悔している。現時点では彼に選択の余地はなく、今は戻れないことだけを知っている。彼はすでに殺された人々を救うことはできないことを知っている。彼は自分の力のすべてを駆使して全員を守ることに決めた。 彼はモンスターを攻撃しようとするが、モンスターはまだ自分に自信があり、彼を虫だと思っており、彼と戦って時間を無駄にしたくないので、彼に死ぬように言う。モンスターはウェンとタリアの方向を指さす。彼女はいくつか質問があり、一緒に行くと告げる。ファルコンは残りの友達を殺されたくないために、すべての力を集めている。 彼は死んだ友達を肩に乗せて待っている間、モンスターにそこから行ってくださいと言います。モンスターは彼がお願いしますという言葉を使ったので、彼を殺すときは優しくすると彼に告げる。彼らはお互いに戦っている。モンスターはすべての力を使う。 ファルコンが自分の力を使って身を守っている間、モンスターはファルコンからそのような強い力を期待していませんでした。彼らの攻撃により、水中の建物は損傷していました。水中の他のモンスターは彼らの力のために負傷しています。モンスターは彼のような冒険者がそれほどの力で自分に充填していることにショックを受けています。 ウェンとタリアも何も知らずに戦いを見ていると、ファルコンが全力を尽くし、極限のパワーを使っていることに気がつく。タリアは、彼が最後にそのように戦っているのをいつ見たかさえ覚えていないので、彼がそのように戦っているのを見て驚く。ファルコンはパワーを使って周囲を破壊し、戦いは彼らにとって容易ではないと気づく。モンスターたちは、 彼が魔法の炎を使って海の奥深くで自分たちを燃やしているのに気づく。モンスターは彼が危険だと気づき、尋問するのをやめて死体を彼のところへ持っていくことにする。モンスターたちが死体を持っていくことを望む。一方、イオンは攻撃を見て自分の考えが正しいのか疑問に思う。K は、 反乱を起こした船員たちが海の奥深くまで彼らを追いかけてきたと彼の推測は正しいと伝える。彼はウェンとファルコンが見事に対処してくれたことを望む。イアンとレオも剣でモンスターたちを倒す。モンスターとファルコンの戦いはまだ続いている。ファルコンは怪物に彼女がアトランティスダンジョンのボスかと尋ねる。怪物は笑って、 自分がアトランティスダンジョンのボスではないのでラッキーだという。再び攻撃しながら、彼女は王子と戦ったら一分も生きられないだろうと告げる。彼女は水中で彼女を出し抜くことができると思うかと尋ねる。結局、彼女は彼が人間だと知っているので、再び攻撃する。グウェンとタリアは興味津々になる。 怪物はファルコンがまだ生きていることを知っているので立ち上がるように指示する。ファルコンは片目の怪物が消え自分もアトランティスに来たので自分を証明しなければならないと考える。だから自分を証明してもう一度彼女を攻撃して虐殺するチャンスがある。タリアとウェンが彼らを監視している。彼らは王子自身を目撃する。 王子はファルコンの首をつかみ、王国を侵略するようは踊りじしエビを見る。モンスターは地面に横たわっており、王子が戦いにやってきたのを彼女は見ます。王子は力で彼女を攻撃し、口を閉じるよう呼びかけます。王子は仕事をこなせない召使いは役に立たないので死ぬべきだと考えています。彼は、 他の召使いモンスターにファルコンと他の二人の仲間を玉座に連れてくるように命じます。タリアは彼に叫び、キャプテンファルコン、離れるように言います。彼女は王子を脅そうとします。さもなければ何かするでしょうが、タリアは彼女を止め、ダンジョンのボスと話しているだけで何もできないので、そんなことを言うべきではないと告げます。彼らの話を聞いた後、 アルノス王子は冒険者たちが王子ではなく彼をダンジョンのボスと呼んでいることに気づきます。彼は彼らのところに行き、自分はダンジョンのボス以上の存在であることを告げます。彼は彼らに圧力をかけ始めます。二人とも動けず、アルノスが水の圧力を交換していることに気づきます。アルーノス王子も召使いのモンスターにそれらを奪うように指示します。 そして、獣は彼にエウリュビアについて尋ねます。彼は、彼女と片目では冒険者を殺すことができなかったので、自分にとって役に立たないと思っているので、彼女を置いていくように命じます。彼は、イオンとレオが建物の中にいる間に、彼女に代わる他の子孫を生むと告げます。アルノスは彼らを一別し、エウリュビアを残して、モンスターの上に座り、 そこから立ち去ります。彼は彼らが自分のところに来ることを知っているので、エオンを離れます。エウルビアが地面に横たわっている間、イオンは彼女に健康薬を飲ませます。レオは以前彼女が彼らを殺そうとしたので、自分がしていることが正しいと確信しているかと彼に尋ねます。イオンは彼女が目覚めた後に何をするのか確信が持てません。 しかし、彼はただ試しているだけで、彼女が彼らを攻撃すれば、彼らは彼女を殺すでしょう。レオは、彼はただ気が狂っていると彼に言い、彼がそれを知っているかと尋ねます。イオンは微笑み、それはわかっていると言います。ニエウルビアは目を覚ますと、イオンが笑いながら起きて元気になろうと言っているのを目にする。 彼は数時間前から彼女の友人を殺していたと告げる。しかし、誰も彼女を裏切った男について探していた情報を教えてくれなかった。彼女は彼に、アルーノス王子に関する情報を得たいのか、そして鈍色者である K は何も教えてくれなかったのかと尋ねる。イオンは自分が K を見ることができると知って驚く。 レオは彼らが何を話しているのか理解できないが、彼女は自分が K を見ることができるのは自分が狂った王子の娘だからだと告げる。レオは彼女が話していることが複雑だと思っている。なぜなら自分には理解できないからだ。K は自分がアルーノス王子の娘だから脱出を手助けできると気づく。彼女は彼女に脱出できるのは王子だけであり、 王子が進んで脱出を許すことは決してなく、機械を動かして地上に到達できるのは狂った王子だけだと告げる。彼女はイアンが父親の後を継いだのかと疑問に思い、教王が彼らを派遣したのが彼がここにいる理由なのかと尋ねる。イオンは、彼がこのことのどれも自分に関係しているとは知らなかったので、冒険者たちに加わったと彼女に告げる。 ケイは彼女の名前、ユーリビアを知っている。彼女はアルーノス王子がなぜ共王の役割を放棄したのかと彼女に尋ねる。彼女は三人の地獄の君主のうちの一人が共王であり、封印された唯一の王であると彼らに伝える。彼女は理由を彼らに伝える。それは他の二人が彼を裏切ったからだ。 彼らは論理と狂気の間の空間に投げ込まれ、永遠に閉じ込められている。強王は、チャンピオンの助けを借りてのみ、この拷問の運命から逃れることができると悟る。彼には、生きている世界への彼の利益を代表し、彼を解放できるチャンピオンが必要だ。彼女の父、アルーノス王子は、強王のゲームの駒になることを好まなかったため、 ゲームをやめた。今、イオンは強王の新しい犬だ。強王について何も知らないレオは、自分が何者なのかを彼女に尋ね、しばらくしたらイオンが説明してくれることを期待する。レオは、自分が使えている王は彼女の父親なのに、友人を犬と呼ぶのは誰なのかと尋ねる。 レオにとって彼女はただのゴミであるかのように彼女を置き去りにし、彼女は彼の話を聞いた後、彼を罵倒する。レオは、彼女の父親は良い父親として彼女を召使いと呼び、彼によると、娘を召使いと呼んだことは一度もないと彼女に伝える。レオは、彼女が以前彼らを殺そうとしたことを理解しているが、彼女の目にその表情があり、 彼女がアルーノス王子を軽蔑していると考え、申し出を受け入れれば、その場所から脱出するための無料チケットを彼女に与えると彼女に告げる。彼は、イオンとアルーノス王子だけが彼らを街から地上に戻すことができる唯一の二人であると彼女に伝える。彼は彼女に二つの選択肢を与え、彼女はそのうちの一つを選ばなければなりません。 一つ目の選択肢は今すぐに殺される父親に仕えることであり二つ目の選択肢は王子のもとを離れ彼らと一緒にこの場所から逃げることですイアンは彼が物事をとてもうまく説明してくれるので彼を高く評価しています彼らは彼女が自分でどの選択肢を選ぶのか知りません彼は彼女が手を動かしているのを見て 彼女はすぐに手を挙げて、もうこの場所にうんざりしていると言いました。アルノス王子を倒せると固く信じている数人に出会うことになるとは思ってもいませんでした。彼女と妹はいつも同じことを夢見ていました。父親を殺してこの場所から逃げることです。そこで彼女はこの場所から逃げるために彼らのチームに加わることにしました。 それとは反対です。アルノス王子は玉座に座っており、ファルコン、タリア、ウェンが彼の前で頭を下げています。彼は、なぜ物事がこんなにも長くかかるのか理解できません。彼がやってきて、新しいチャンピオンとして彼に挑戦するのを待っている間、誰かがドアを叩く音が聞こえ、彼らは頭を向けると、誰かが絶えずドアを叩いているのが見え、 彼はドアを壊します。そして、レオとエウリビアが彼と一緒にいます。玉座の間に入ると、彼はすでによく耳にしていたアールノス王子に出会った。彼と直接会う機会を得られたことは彼にとって喜びだった。アールノスは彼を凶王の新しいペットと呼ぶ。彼はイオンに凶王に復讐するために来たのかと尋ねる。 イオンは復讐のために来たのではなく、その場所を去りたいのだと言い、友人たちを解放して安全にその場所を去れるようにと告げる。彼は王国を汚したり、これ以上人を殺すことに興味がないと告げる。オルノスは彼に自分がメールストロムに入り、彼らを襲撃者とみなしていることを忘れているのかと尋ねる。彼は自分が多くの人を殺した後で、 彼らに近づかせるかどうか迷っているのかと尋ねる。彼は自分の娘に会うが、彼女も考えを変えて今はイアンの側にいる。彼は反抗的な娘を連れて行きたいのかと尋ねる。ミイアンはすでに娘を一人殺しているので、娘を一人殺しただけでは十分ではなかったのかとイアンに問いかける。彼はすでにそのような言い訳をするだろうと思っていた。 自分もそのために努力したと思っているからだ。イアンは彼らが自分のところに入ってきたとき、彼らを生かさず立ち去らせないと決めた。彼は軍隊に彼らを殺すよう命じるが、イオンはすでにそうなることをわかっていた。モンスターたちは彼らを殺せるように攻撃し始める。彼らはまた彼らの攻撃と戦い、 彼らから身を守るために準備を整えた。レオは海竜と戦うために召喚術の能力を使い始める。イアンもモンスターの喉を切り裂く。イアンがまだ戦っている時、突然ケイの声が聞こえ、ケイは大声で彼に注意するように言う。彼は目の端で、エウリビアがすでにエオンのためにそのモンスターを殺したのを見る。彼女はケイに落ち着くように言い、 彼女をタコと呼ぶ。イオンは彼女に感謝し、ケイは彼女はタコではないと告げる。父親のアルノス王子は、彼女が何をしているのかと尋ねます。彼女が父親を裏切り、敵と手を組んだことを知ったアルノスは、自分が彼らのために全てを犠牲にしてきたことに気づいているか、共王に何を失ったか知っているかと陣ねます。アルノスは、 もう何もできなかった時のことを思い出し、彼に使い続けるよりも死ぬことを決意しました。狂気から解放されたいのかと尋ねられたので、地獄の王ティアマトに会い、彼女に使えるよう申し出ました。ティアマトは、強王を後にして海のチャンピオンになれるよう申し出ました。アルノスは、長年強王に使えてきたことで心がすでに歪んでいたため、 海に入ることを決意しました。自分の目が幻覚を作り出しているのか、それとも海が自分を呼んでいるのか、彼は考えました。10年後のある日、海に船がありました。その船には、レオの両親が乗っていました。レオの母親は彼のせいで父親を叱った。そして、息子が長いままっていたことを知っていたため、彼らは遅れた。 父親は母親のレオに、遅れたのは彼のミスではなく風向きのせいだと言った。彼らが捕まえた魚は多すぎたので、レオはたくさんの魚を見た後、遅れたことを忘れるだろうと考えたが、突然、船をすぐに止めろという音が聞こえた。彼らは海の中に、彼らを彼の王国に歓迎する何かを見た。 彼は船員全員を殺し、船員たちも海に近づけると思っていると結論づけた。しかし、彼らは自由があるような場所などないことを知っておくべきだった。レオが水面で両親を待っている間、両親は到着しなかった。彼は両親を待っている間、泣いていた。オルノスはレオが両親を呼んで泣いているのを見て、彼も掴んで殺そうとした。 しかし、エウルビアは彼の手を握って彼を止めた。彼女は彼に、一日分の地上の住人をすでに十分に殺したので、彼を殺してはいけないと言った。ニン・レオの父親は、彼女がどうやってアトランティスを去ったのかと尋ねた。さらに、レオはヘルメットをかぶっていないのに何をしているのかと尋ねた。レオは、父親が人間を殺し続けるなら、 いつか人間が彼らを追ってくるだろうと告げた。また、父親が乗っていたあの乗り物からこっそり抜け出したのも、父親が地上に姿を消した理由を知るためだと告げた。レオは、父親が人間をそんなに憎む理由、つまり、人間を殺すためだけに毎日地上に出てくる理由を父親に尋ねた。父親は答えず、彼らが戻れるように引き返した。父親は、 もし彼女が再びこっそり抜け出したら、彼女の妹にしたように彼女の目をえぐり取ると脅した。その日以降、レオはウェンのもとへ行き、一緒に行きたかった。ウェンは、そんなことはできないほど幼かったので、連れて行くべきかどうか迷っていた。レオは、以前のことは何も確信が持てなかったと言い、海が彼を呼んでいるようだと言った。アルーノス王子は、 死んだ両親を思って泣いているのは彼だと分かった。レオは、アルーノス王子のせいで両親が家に帰らずに亡くなったことを確信しました。突然、イオンはバウンティクエストと呼ばれる別の新しいクエストの通知を聞きます。それは深海の復讐です。その詳細は、アトランティスの王を殺して両親の復讐を果たすレオに役立ちます。 現在の進捗は一点中0点です。イオンは彼らが彼をからかっているのかと疑問に思い、K は彼が狂った王子と和解することを考えていないかと尋ねます。イオンは、王子を生かしておく必要があるかどうか混乱していると彼女に伝えます。彼はレオがアルノス王子を攻撃しているのを見ます。彼はそのような機会のために召喚を保存していました。 彼はただ彼から両親の復讐を奪いたかったのです。レウリビアは彼がその武器を使用しているのを見てショックを受け、どこでそれを手に入れたのか疑問に思います。レオはそんなことは気にしませんでした。重要なのは彼が今日死んだことだったからです。彼を攻撃しながら、彼は彼に死ぬように言いました。彼を攻撃しながら、 彼は周りにアルノス王子がいるのを見ます。イオンはレオを見て、彼の後ろにアルノスがいるのを見ます。彼は彼が地上の住人よりもはるかに強いと結論づけ、家族に復讐するほど強くなく、これまで以上に活発になることは決してないので、彼を殺そうと考えます。彼は自分が彼を飼って力ずくで攻撃しているという事実に笑います。 彼は彼がいかに鈍重で弱踊りじしいかを示すために彼の顔に手を置きます。彼は彼の海で暴れ回っている彼をとても哀れだと結論づけます。彼は彼を蹴ろうとし、蹴った後彼を地面に投げます。彼は地面に横たわっているレオを見ています。突然彼はその背後に何らかの力を感じます。 彼は後ろを見て、エウルビアが彼に水の魔法を使っています。彼女はそれを正しく使用する必要があります。彼は自分が彼にもっとよく教えたと思っていました。イアンは彼が彼らに抗議をするのが大好きであることに気づき、それが本当かどうか尋ねます。彼はすでに家族の問題を議論しているので、彼の番を待つように指示します。 イアンは申し訳なく思い、とてもせっかちだと言い、すぐに攻撃することに決めました。そこで彼はエオンのところへ行きます。彼らが攻撃をかわしている間、エオンは王子を攻撃しますが、王子は彼の攻撃をかわします。彼はタイミングが良かったので、ひざまずくべきだと考えました。 彼は深淵の圧力を発動しましたが、みんなは再びそれを生き延びなければならないのでショックを受けます。エオンも同じ圧力を感じています。まるで建物にごしつぶされているようです。彼はエオンのところへ行き、攻撃します。しかし、彼は今日王の新しいチャンピオンのために攻撃しすぎたと考え、去ることにします。 彼は耳を傾けます。彼を使い捨ての人間と呼び、罵倒しながら、アルーノス王子は娘のところへ行き、すでに彼女の片目を奪うと約束したことを思い出させます。しかし、今、彼は考えを変えて彼女を殺そうとしているので、彼女の最後の叫び声が聞こえるように彼の目を奪うことに決めます。K はエオンに立ち上がるように進め、 健康ポーションを飲まなければ死ぬだろうと告げます。ウェンも叫び、アルーノス王子がエオンを倒すことを許して倒してくれるかどうか疑問に思います。タリアは立ち上がろうとするが、ウェンは彼らが思っていたような D ランクのダンジョンではないので、彼女を止める。実際、それはそれ以上のものだ。彼は彼らが騙されたことに気づくが、 彼らの視線から全員が見たことがわかる。彼はイオンが最も強いことを知っているので、彼らが彼が立ち上がるのを待つべきだ。彼は彼らがそこで死ぬわけではないので、彼を倒すだけでは十分ではないことに気づく。だから彼らは彼がしがみついている理由を理解していない。エオンはなぜ彼に与えた力を使わないのかと誰かが尋ねるのを耳にする。 彼は京王の前で目を開け、海底都市へのすべてのクエストは彼に戻ると告げる。彼は京王のすぐ後ろにいる、彼がクラーケンと呼ぶもう一人の狂った王子を見る。凶王は彼がクラーケンと呼ぶのを止め、彼が海の怒れる王子、チュトルだと告げる。彼はチュトルが彼と彼の友人の命を救った理由についてどう思うかと尋ねる。 彼はさらに彼の考えと、なぜ彼がその都市にたどり着いたのかを尋ねる。彼はにやりと笑い、それが彼の望みだと告げる。そしてこのため、復讐できるように彼を海底都市に連れて行った。彼はまだ笑っていて、今それを理解したかどうか疑問に思う。彼は、彼が道を進んでいる時に開くことのない上のために彼のところに来たと告げる。 彼はイオンの体に入り込み、四人の騎士と同じようにアルノスが彼を裏切ったことを告げる。彼は彼に二度目の人生を与え、二度目のチャンスを与える。敵に復讐して欲しいからではなく、実際はアルノスに復讐したいのだ。彼は、彼がまだ動いて欲しいと思っている共感力のある男だから心配する必要はないと告げる。彼は、 自分の欲望を満たすために復讐への渇望を表明するように指示する。彼はシレヌスとファルコンの写真を彼に見せる。彼はマットキングが自分たちが何らかの形で互いに関係していると伝えようとしているのではないかと考える。マットキングは彼に決断をいね、再び命を深淵に投げ込むか生きるか告げる。彼が立ち上がるとイオンも立ち上がる。 そしてオルノスは彼が立っているのを見る。彼は深淵の圧力に抵抗したことに衝撃を受ける。イアンは武器を手に取り、アルノス王子を殺す確固たる理由を見つける。イアンの話を聞いて、彼は教王からオファーを受けたのかと尋ねます。ケイはイアンに何か企んでいるのかと尋ねます。そして、彼は大量の血と体力を消費しているので、 何か計画が頭に浮かびます。イアンは計画を考えなければならないと言いますが、突然アルーノス王子がやってきて攻撃してくるというのは、彼にとって少し狂気じみています。彼は攻撃されて死ぬだろうと思っていました。彼は地面に倒れ、体力ポイントは十に減少しました。彼は力を注入し始めます。 そして、アルーノス王子は彼を見てショックを受け、なぜ彼が考えているようになれないのか疑問に思います。イオンは笑い続けています。そして彼の狂気は増しています。彼の狂気バーは73、そして82に上がります。しばらくして、彼がまだ注入を続けている間に狂気は94に上がり、その後97になります。 狂気バーが100になった後に何が起こるかは誰にもわからないので、みんな驚いて彼を見ます。しばらくして狂気バーは100に上がり、イオンはこれで完璧だと考えています。エウリュビアはイオンが自分の心を犠牲にしたのではないかと思い、大丈夫かと尋ねようとするが、イオンは笑い続けている。エウリュビアはイオンが自分の体の中に入り込ませたのだと告げる。 アルノス王子は彼らが人生で再び会うことになるとは思ってもいなかった。彼はイオンの体の中に狂った王がいることを知っており、彼はそのような絶望的な子供を自分のチャンピオンに選んだことをとても幸運に思っている。彼はしばらく前に彼を捨てたアルノス王子を虐殺することで復讐したい。アルノス王子は 自分が多くの苦しみを味わわせたのだと気づき、復讐したいと言って笑い始める。彼はイオンの体を攻撃しようとするが失敗する。その代わりに実際には体の中にいる狂った王であるイオンが彼を攻撃する。狂った王は彼が彼を捨てた残りの数十年を手に入れたいかと彼に尋ねる。彼は全力で攻撃し、 王座の間の壁を壊す。彼の力は水の外にまで及んでいる。にー彼の召使いであるモンスターたちは、彼の強烈な力の光景を目にする。アルーノス王子は彼らに警報を鳴らすよう命じ、全員に動員を命じる。彼はすでにその意図と極限の力でモンスターたちを殺している。 アルーノス王子は深淵の圧力を発動させようとするが、エオンの体内の教王はすぐに彼の首を掴む。彼は彼を深淵に投げ込み、彼は地面に倒れる。メシスカイは彼を見て大丈夫かと尋ねる。教王はそれが価値があるのかと尋ねるが、彼は彼を捨ててティアマトと握手し、彼女の小さな辰のノオ子になる。 アルーノス王子は、すべてが消えてしまったのは彼が原因であり、たとえ彼が狂った考えを持っていたとしても、原因は彼にあると告げる。もちろん、教王は笑い始め、彼が考えているのはそれだけなのかと尋ねる。彼は自分の心が弱いと結論づけ、楽な道を選ぶ。彼は、街全体を水の中に与えられたらいいなと思っている。しかし、 彼は閉じ込められ、論理と狂気の間で果てしなく漂っている。彼は、エオンをそこまで導くために多くの計画を立てたとエオンに告げる。彼はエオンを見つけ、K は彼に探求の旅に出るよう説得する。その後、CH デルはレオを捕らえ、アルーノス王子の玄関先にある渦潮に投げ込む。アルーノス王子は、 エオンが彼に体を捧げたことを祝福する。しかし、彼は自分がものかもしれないが、王国は結局彼のものであるため、そんなに早く壊れても何の意味もないと考えている。彼は、報いを受けていると思うかと尋ねる。そしてアルーノス王子は、何年もそれを夢見ていたと彼に告げる。彼は、マッドキングが現実世界に戻ってきて、 彼を虐殺し復讐する日を長い間待ち望んでいた。マッドキングは彼らがお互いに復讐するために待っていることを知る。彼は自分が誤解していて復讐を望んでいるのは自分だけだと思いながら笑い始める。彼は古い友人たちが全員集まっているので、この日は素晴らしい日になったと信じている。論理を超えたことについて尋ねられた時、 彼は不可能なことは何もないと書かれたカードを見せた。戦いが続く中、オルナス王子はチャトルフを見る。一方、狂った王はチャトルフがアトランティスを破壊すれば、彼の船も死ぬだろうと彼に告げ、それが本当かどうか尋ねる。彼はイにそれを見つけたか尋ねると、彼女は見つけたと答える。 彼女は町の南部にあるリバイアさんの突き刺し器について彼に知らせる。狂った王は誰もがアトランティスの中に閉じ込められているので、そのものを動かすほどの狂気を持つ者はいないと考えている。アルーノス王子は自分が彼にしたことすべてに対して、そこから解放してくれると言っているかと尋ねる。彼は自分のせいで妻を殺したと思っている。 京王は彼が厳しいのかと尋ね、彼を責める。彼は彼を臆病者と呼び、妻を殺したのは自分だということを忘れたのかと尋ねる。アルーノス王子は武器を掴み、彼を攻撃しようとする。攻撃すると、彼の攻撃で中くらいの大きさの穴が開く。京王は二人の力の違いを見せつけることにした。彼は笑い。 エウリビアがレオを両手で抱えている間に亀裂を使い始める。ファルコンとウェンは彼女の近くに座って、彼らの戦いを不思議そうに見ていた。彼らは、教王が自分の力で目立つ場所を一掃したのを見る。彼はそこに行くことにしたが、アルーノス王子が彼のところに戻ってきたのを見る。彼は全力で彼を攻撃し、 攻撃のために彼の口から血が滴り始める。それから彼は彼を蹴り、その蹴りで強王は倒れる。アールノス王子は自分の町のことを心配していない。強王に復讐するために町全体を犠牲にする覚悟ができているからだ。彼は深淵の圧力を発動し始め、誰もがその圧力に押しつぶされたように感じる。 彼は同じく地面に横たわっている娘を見て、彼女のそばに行き、彼を父親と呼ぶ。彼は家族を守るためにあらゆることをしたが、今ではそれが十分ではないと考え、そのような世界には安息の地はない、と結論づける。彼はドアの中に入ると、その場所は空っぽで、周りに誰も見えず、 誰かが彼のようにこれほど失われた魂を見たことがないと話しているのが聞こえる。彼は話している人に尋ねる。その人は彼の前にやってきて、自分がその狂った場所での彼のガイドであると告げる。イアンはどうやってその場所から抜け出せばいいのか尋ねると、彼はすべては自分がどこに行きたいかによると答える。彼はエオンにどこに行きたいか尋ねる。 イオンは自分がどうやってそこにたどり着いたのか、どこから来たのか覚えていない。イオンはイオンに、どこへ行ったか覚えていないので、どの道を通っても構わないと告げる。イオンはイオンの手となり、家に帰る方法のヒントを与える。イオンはイオンに役立つヒントを与え、自分がどこにいるか覚えていれば、家に帰る方法を思い出せると告げ、笑い始める。 イアンが前進すると、イオンはヒャーに会って、彼女がそこにいる目的を尋ねる。ヒャーは、四人の騎士が彼に何をしたか知っていると告げる。だから彼女は彼を探しに来た。彼女は彼を探しに来たが、自分の心のせいでその場所で迷ってしまったのだ。イオンは、一秒ごとに崩れ落ちていくのを感じていると告げる。ヒャーはイオンを抱きしめ、 一生そこで過ごすことはできないから、助けてくれと頼む。また、イオンとの約束を思い出させる。ヒャーはイオンに助けてほしいと頼むが、突然姿を消す。イオンは前進し始める。案内人はイオンからそのような反応を期待していなかったので、興味深いと思った。彼はさらに進み、4人の騎士が座って食事をしているテーブルを目にする。 アリオンはエオンを見て、彼がテーの時に来たことに気づく。彼は彼らが彼を裏切ったので、彼らを罵倒した。彼はエオンに、彼らがマッドゲートのために一人の人間を必要とし、彼の命は消耗品だったので、彼らは彼を犠牲にしたので、実際に彼らを責めているのかと尋ねた。シレヌスはお茶を飲みながら、 彼の犠牲のおかげで何百万人もの人々が去ることになるのだから、恩知らずをやめるべきだと彼に教える。同時に、アレクサンドリアは、そんなことはしたくないが他に選択肢はないという。彼女は彼にそれを個人的に受け止めないようにアドバイスし、彼はトーレにどう思うか尋ねる。トーレは彼のカップにお茶を注ぎ、それを飲みながら、 権力のためならどんな犠牲も価値があると彼に言う。イオンは彼らは皆権力のために彼を殺したと結論づける。彼は彼らに、彼らは力を出て別の解決策を探すこともできたのに、みんな彼を犠牲にしようとあまりにも急いでいたという。彼は何もせずに何の理由もなく死んだ。彼は、 それらの無意味な言い訳は彼らが夜眠るのに役立つ言い訳に過ぎないと思っている。彼はアリオンのところに行き、彼を攻撃し、彼が以前言ったことは本心であり、彼らはいつか罪を償い、当然の報いを受けるだろうと告げる。彼はトレが死にそうな間、全員を攻撃する。彼はイオンに復讐を終えてどう感じているか尋ねる。 彼は復讐を望んでいたのではなく、正義を求めていたことに気づきます。自分のアイデンティティに関わらず命を大切にしない人々のために正義を求めようとしました。彼らの利己的な無知に対する正義、そして彼らの不道徳に対する正義、彼は自分の苦しみと彼らの裏切りに対する正義を求めようとしました。彼は彼らに、 彼ら4人は全員偽りの英雄であり、世界はそのことを知らなければならないが、彼らを殺すことは慈悲であると告げます。一方、トルは死に、イオンは彼らがヘロディアの偉大な英雄であるため、何年も彼らのようになりたいと思っていたことに気づきますが、今では自分は彼らのようになることは決してなく、彼らよりも優れていることを知っています。彼はトレの体が消えていくのを見て、 彼らからかなり遠くまで来たと思います。ガイドはそれを見ながら笑い始めた。彼は自分が今にも切れそうだと確信していたが、それは間違っていた。彼はそんなことはあり得ないと考え、木々が倒れ始めると、彼は狂気に陥り、論理を発見し、家への道を見つけ、彼らが戦っていた場所に戻る。狂った王は再び意識を取り戻し、 アルーノス王子に家族のために全てをやったというのは正しいのかと尋ねた。彼は笑い始め、妻を殺し、娘の目を奪った自分が馬鹿だと思った。彼は自分が真の家族思いの男のように話したと思ったが、アルーノス王子の血管には狂気が溢れており、彼のようなものなら誰でも狂気に駆り立てられることを知っているので、彼を責めなかった。 アルーノス王子は娘に、リバイアさんの一月を使って出ていくように指示した。彼はさらに、多くの後悔があること、そして自分の決断の背後にある理由を娘が理解するとは思っていないことを娘に告げた。彼は娘に、心の底では娘のことを気にかけていて心配しているが、最初からそうだったわけではないと告げる。 彼は娘に自分は幸せで優しいが昔の自分はずっと前に殺されたので狂った王に復讐したいのだという狂った王は王に大人になるように忠告する王はまだ復讐を考えているアールノス王子は彼を殺してから考えるといい彼は武器で攻撃を始めるが王は攻撃をかわす彼は彼を見て弟子が師匠に挑戦し 農民が王に挑戦していることに気づき、にやりと笑う。狂った王は笑い、弱い方が勝てると信じている人はなんて傲慢なんだろうと思う。狂った王は彼を攻撃します。彼の攻撃はあまりにも強大で、建物全体を破壊します。エウルビアは父親を心配して叫びます。狂った王は彼女を見て、 彼女がまだ父親のために泣いているのを見るのは面白いと言います。彼は彼女に次の標的は彼女なので彼から命を守るために逃げるべきではないかと尋ねます。彼女が逃げなかったため狂った王は彼女も殺すことに決めました。逃げるチャンスを与えたからです。しかし彼女は逃しました。 彼女は彼に魔法の力を使いましたが、その力は彼を傷つけることができませんでした。狂った王は笑い、反撃しても無駄だと彼女に言います。突然、アールノス王子が立ち上がり、狂った王を攻撃しようとします。狂った王は戦いを楽しんでいます。彼は自分の力で再びアールノスを攻撃します。 エウルビアは父親がそのように苦しんでいるのを見て叫びます。狂った王は、お父さんは彼女を危険から守ってくれないことを彼女に思い出させます。彼はただ奪い続ける。彼は彼女が少し前に父親に背いたのと同じ人だという事実に笑う。彼は彼女に今考えが変わったのか、それともただ我慢しすぎているだけなのかと尋ねる。 エウリュビアは教王を殺すことを決意し、彼女の首をつかみ、父親の罪を償わなければならないのは悲しいことだと言いながら笑う。オルノス。彼が娘を殺しているのを見て、彼の足をつかむ。教王は下を見て、それがオルノスだとわかる。彼はまだ命にしがみついているのだろうかと疑問に思う。 彼は以前は娘のことを気にかけていなかったが、今はとても気にかけていて、彼女を守ろうとしていると彼に言う。彼は考えが変わったのか、なぜ家族が突然考えを変えたのかと彼に尋ねる。彼は自分が狂っているはずだったのではなかったのかと疑問に思う。彼女の話を聞いた後、彼女は父親にそこから逃げるように頼む。王は、 彼らが無条件の愛を示し、彼らを結びつけようとしているのではないかと疑問に思う。彼はアルノスを攻撃し、二人の絆は弱く、打ち砕かなければならないという。彼女は父親が彼に殺され、彼の血が体から流れ出ているのを見る。狂った王は再び彼女のところに戻ってきて、彼女の首を掴む。彼は彼女に何を話しているのか。 どこにいるのか尋ねる。突然、彼は何か異常なことが起こっているのを感じ、脱走したイオンが戻ってきたことにショックを受ける。彼はそれはありえないと思う。イオンが体に戻る間、彼はエウリュビアに手を差し伸べ、彼女が立ち上がるのを手伝う。彼は振り返ると、地面に横たわっているオルノスの死体を見て、誰が彼を殺したのかと刑に尋ねる。 K は、イオンがオルノス王子の殺人犯が誰なのかわかっていると思う。K は、彼が百の狂気に達したと彼に伝える。それで狂った王は彼の体を奪った。イオンは、彼女がすでに知っていたとは思えないので、なぜもっと早く彼に言わなかったのかと K に尋ねる。K は、 狂気の王が狂気度100に達したら何が起こるかを決して言わなかったため、そのことに気づかなかったと彼に伝えます。彼はエウルビアが父親の死体のそばに座って泣いているのを見る。彼は彼女に父親を殺すつもりはなかったと弁解しようとする。彼女は、もうわかっている、イライラするし、怒る相手もいないから、と彼に言う。彼女は、 父親は自分の苦しみの原因は狂った王だとよく言っていたが、今は父親が死んだので、自分が望んでいた自由を手に入れたと思っていると彼に言う。彼女はレオを探すために立ち上がり、獣がアトランティスを滅ぼすので、その前に行かなければならないので、リバサ山を通ってアトランティスを去る。エウリュビアが去ると、エオンが彼女に電話をかけ、 彼女と父親の関係はもうわかっていると告げる。彼は物事が間違った形で終わったことを彼女に謝罪する。彼女は父親はひどい男で父親が何百万人もの人々を殺し拷問したのでその日が来ることをいつも望んでいたと彼に言う。彼女は父親が死んで自分が自由になる日を長い間待ち望んでいた。 彼女は自分が感じているような気持ちになるとは思ってもいませんでした。エオンは人が何かに対して悲しむのは当然のことであり、それが自然なことなので、人の感じ方は必ずしも意味をなさないと彼女に言って訂正します。オルノスは彼女の父親であり続けたので、彼女は自分が望むように感じるべきです。 彼女は涙を流しながら静かに彼の話を聞いています。レオは目を覚まし、何が起こっているのか疑問に思います。アトランティスが粉砕される中、ファルコンが彼を腕に抱えています。タリアは彼らが出口に向かっていると彼に伝えます。出口は唯一の出口であるはずです。 誰もリバヤさんに力を与えることができるかどうか確信がないため、想定という言葉を慎重に強調する必要があることに気づいたレオは、アルノスについて尋ね、エオンが彼を殺していると知らされます。彼はエオンが彼を殺したと聞いてショックを受けます。そして彼は、狂った王子を倒せるとは思っていません。彼は、 自分がどのようにして王子を殺すことを可能にしたのか疑問に思います。一方、イアンとユーリビアもリバイアさんがまだ無傷であることに気づく。彼らはリバイアさんに近づいていき、その部屋が彼らの上に落ちそうになっているのが見える。彼女はイアンを掴んでそこから移動する。彼らは、それが無傷である以上のものだと考えている。タリアは、 その場所から出て中に入るように要求する。一方、ユーリビアは近くにいるように提案する。彼女はスクリーンに触れるとスクリーンが光り始めた。彼らはリバイアさんを見て一個撮りたいと思った。彼女は父親から聞いた話によると狂った王子だけがそのような装置に電力を供給できると彼らに伝えた。彼女はイアンに それができると思うかと尋ねたが、イアンはそれを試す以外に選択肢がなかった。ファルコンは、まるで狂った王子であるかのようにエオンのことを不思議に思いながら立っていて、彼とアールノスの間に何らかの関係があることに気づく。彼は狂気のバーが100になった時のことを思い出し、そのためにアールノスの娘と手を組んだのではないかと考え始める。彼はエウリュビアを見て、 彼女が彼を攻撃した時のことを思い出した。彼女はリバイアさんの魔法の障壁について彼らに知らせた。それは彼女の父親だけが破ることができる。レオはその魔法の障壁を破ることができるように試してみることにした。彼女は彼がそうするのを止めた。なぜなら彼女は子供の頃に盾を破ろうとしたが、 彼女の妹も盾を破ったり貫通したりすることに成功しなかったからだ。そのため彼女は盾を破ることができるのは狂った王の子孫だけであると結論づけた。ファルコンは今日王の話を聞いて驚く。タリアは同じことを話しているのかと尋ねる。一方彼はシラネスが トールの助手を強王に捧げなければならなかった最後のダンジョンについて語っていたことを思い出す。彼は自分が聞いたトールの助手が太陽のように明るい性格の若い剣士であることに気づいた。しかし、無名の冒険者である若い剣士が一流の冒険者以上の能力を持っていたため、どこからともなく彼らと手を組む。彼は、 エオンが教門の通ると同じ助手ではないかと思う。イアンがシールドを破ろうとし、最初の試みで成功すると、彼らはみんな、彼からすでに予想していたようにこれを見て喜ぶ。彼らは乗り込んでも安全そうなので、中に入ることにする。彼らはアトランティスを離れるので、皆喜んでいる。ファルコンはにやりと笑う。エオンは、 それをどうやって始めるかわからない。やり方が全くわからないからだ。ファルコンは、狂った王女は父親の創造物だから見るべきだと考えます。アルノス王子。エウリビアは、父親がそれを使用しているのを見たことがないと彼に言います。レオは実験を始め、ランダムなことから始めるべきだと言います。彼が試した後、 何も起こりませんでしたが、それでも機械は起動しませんでした。イオンは彼らが何も台無しにしていないことに気づきます。突然、その機械が起動します。そして、実験が成功したことを知って、全員がショックを受けます。機械はアトランティスを破壊し、エウリビアは彼女が去ろうとしている家を見ています。イオンは彼に何を探しているのか尋ねます。 彼女は家を出て自由になることを夢見ていると言います。しかし今彼女は自由が思ったほど甘くないことに気づきます。イオンは彼女の気持ちを理解します。機械は動いています。しかしウェンは獣がまだ彼らの後ろで追いかけているのを見ます。彼らは 獣に捕まらないように機械をもっと早く動かすことができるかどうかタリアに尋ねました。タリアは全力を尽くして早く動こうとしているが、獣が自分たちを捕まえるだろうとわかっている。彼らは機械の速度を上げてそこから逃げることに成功し、獣を遠くに残していった。しばらくして彼らは海面にやってくる。レオは空を見て喜ぶ。 陸に戻ってくるとは思ってもいなかったからだ。レオは泣き出し、みんなを救ってくれたエオンに感謝する。ユーリビアは彼がとても大げさだと結論づける。そしてファルコンはみんなを静かに見つめる。ウェンはギルドに戻るのが待ちきれない。なぜなら、ギルドにすべての話をするのがとても楽しみだからだ。 ギルドは彼らの冒険の狂気じみた話を信じないだろうとわかっているからだ。タリアは彼らが低ランクのミッションではなく A ランクのクエストをやったことに気づく。エオンはそれがとてもストレスフルだったことに気づくが、ビクに帰れて嬉しい。イアンは自分を見つめているファルコンに気づき、彼のところへ行き、何を考えているのか尋ねる。突然、 ファルコンが攻撃しようとします。しかし、ユリビアがイアンの前に現れます。レオもファルコンを攻撃し、イアンを攻撃して傷つけることができなくなります。彼は何をしようとしているのかと尋ねます。ファルコンはレオを攻撃し、地面に投げ飛ばします。ファルコンは知れぬすからイオンの名前を聞いて、イオンが狂った門の住人であることを知るが、 彼は22を組み合わせなかったと告げる。ファルコンはイオンが生き残り、まだ生きていることを誰も信じていないと考え、誰の助けで生き返ったのかと尋ねます。そして、狂った王だったのではないかと考えます。ウェンはシレヌスがイオンと何の関係があるのか理解していないので、ファルコンに尋ねます。彼はイオンが彼らを救ったと言い,い、 ファルコンが何をしようとしているのかわからないので、ファルコンに会って困惑しています。ファルコンはウェンに、シレヌスが片目を失ったのはエオンのせいだと告げる。ウェンは彼を信じず、四人の騎士について話す目的さえ理解していない。彼は、自分たちを救ってくれた人々を裏切ろうとしていると怒鳴りつける。彼はファルコンが英雄の中の英雄だと思っていた。 そして、みんなが英雄として死ぬようにファルコンに従えと言った。ウェンは武器を手に取り、矢を向けようとした。しかし、彼は自分が嘘つきだと気づく。ファルコンは死にたいのかと尋ねる。彼によると、彼らが所属するギルドはシレヌスなしでは何もできないからだ。彼はシレヌスが彼らの腹を満たしてくれると信じている。 ウェンは申し訳なく思い、固めのゴリラがシレヌスに食べ物を与えるために行ったわけではないと告げる。エオンはファルコンがシレヌスの弟子だと気づき、ファルコンを通してシレヌスにメッセージを伝えたいので素晴らしいと思う。ファルコンは彼にシレナスに行く準備ができているかと尋ねるが、イアンは以前彼を裏切ったシレナスにまだ怒っている。彼はファルコンに不満をぶつけることにした。 彼はまたファルコンを虐待し始め、彼の首を跳ねてシレナスに差し出そうと必死になっている。イアンはシレナスのことで怖がるのは愚かだと思った。彼は彼も少し怖いと彼に告げる。二人は剣を使ってお互いを攻撃しながら戦い始める。イオンは彼が自分の首に剣を当てながら自分が生きている理由である人を殺そうとしているのは、 どういうわけか狂っていると思う。彼は彼に教訓を与えようと決心し、激しく攻撃し、彼から剣を奪う。ケイはイアンに、彼を裏切ったので彼を生かしてくれるかと尋ねる。だから彼を殺さなければならない。イアンは実際には彼を必要としており、シレナスの弟子でもある。そこで彼は彼の命を助けることにした。 ファルコンは武器を手に持たずに地面に座り、なぜこれほどの力を持つ者がシレナスのためだけにそこまで行くのかを彼に尋ねた。近くにイアンはいない。彼はイオンを探し始めたが、どこにも見つからない。彼はイオンに大きな声で姿を現すように言い、身を隠した。彼は自分の力を見せ、どれだけ身を隠せるか試した。 彼は全力を尽くし、自分の力を使って盛り全体を燃やした。シレナスは自分の死体でも構わないと思っていたからだ。イーオンは彼の後ろに姿を現し、彼が必死で多くのシレヌスを恐れていると信じています。彼は彼の前に現れ、彼が彼を見ることができるようにします。ファルコンは自分が何をしたのか理解できず混乱しています。 イオンは彼になぜシレヌスを恐れるのか尋ねます。ファルコンは真実を告げます。シレヌスには彼の家族がいます。イオンは彼になぜシレヌスが彼の家族を奪ったのか尋ね、彼は彼に影のギルドを作らせたと告げます。そのギルドでは彼は税金を逃れるために金を流していました。 影のギルドは操り人形のリーダーがいるギルドで、他の誰かが運営しています。ファルコンは、ギルドリーダーとして彼に感銘を与えなければシレヌスが彼の家族を殺すことを知っているので悲しくなります。彼がちょうど完了したクエストは、彼自身を証明する最後のチャンスでした。彼はアトランティスでイーオンの力を見て、彼と戦えると気づきました。 彼には他に選択肢がありません。なぜなら、彼はシレヌスを感銘させなければならないからです。それはイーオンを連れて行くことによってのみ可能です。彼はファルコンを攻撃しようとしたが、ファルコンに火がないと理解していたため、攻撃をかわした。彼はファルコンにシレヌスから解放されると思っているのかと質問した。彼は、 ファルコンをシレヌスに連れて行っても問題は終わらない。なぜなら彼は家族を人質にし続けるからだ、と告げる。彼は、ファルコンを殺して家族を救うことができる場所に連れて行けば、自分と家族をシレヌスから救えるという考えを彼に提案した。彼らはファルコンの後ろを動いている。レオはイアンに命を救った後でさえ、イアンはすでに彼らを待ち伏せしているので、 彼を信頼するかと尋ねる。彼はファルコンを殺さないつもりかと尋ねる。ファルコンの手は縛られ、レオは剣を後ろに隠している。ユーリビアはイアンに、グエンとタリアもギルドに属しているので、彼女らについて尋ねる。彼女は、彼女らは彼に忠実だと思っている。イオンは彼女に、自分を信頼していて自分たちは脅威ではないと示唆し、 ファルコンの目が光っていると彼女に保証する。アクティブスキル通知には、彼がマインドコントロールのレベル1にあると記載されている。マインドコントロールでは、被害者は30以上の狂気があれば、マインドに入り込んでコントロールできる。ただし、ダメージを受けたり、魔法を浄化したり、強い意志力によって接続が切断される可能性がある。 パーソナリティスキルボードに記載されているもう一つのことは、その人がマインドをコントロールできるのは最大三人の対象までである。彼らは全員、焚き火の上に座っている。K はイアンの懸命な決断に感謝している。彼は感染を利用して残りの狂気をファルコンに移し、マインドコントロールという新しい能力を使って彼を操った。 ケイはイアンが彼を裏切ったにもかかわらず、彼を殺さなかったことに驚いている。イアンが彼を殺さないのは、シレヌスに到達するためにファルコンの助けが必要であり、ファルコンはまだ彼に適用できるからである。彼は自分の性格ボードを見て、ちょうど3レベルに上がったところだった。アトランティスの後でも、彼はレベル10だ。彼の知性は5。 彼の強さは5。彼の敏瘍性は5。彼のスタミナは5。そして彼の精神は10だ。彼は自分の性格ボードを見て驚いた。彼はアトランティスでたくさんのモンスターを殺したので、自分のレベルは大幅に上がると思っていた。K は彼に、強王が殺したモンスターはポイントに加算されないと伝える。イオンは、 狂気が100に達すると、狂王が彼の体を制御できるようになると予想していた。システム全体の目的は同じだ。彼は、K もその目的で彼と一緒にいて、彼に自分の体を狂王に渡すように強制できるのではないかと疑問に思う。K は、それは彼が考えていることではなく、彼は狂王の召使いであり、イアンの善意の人であり、 私たちは彼を導き、監視するために彼と一緒にいるのだと説明する。彼女はまた、感染を正しく使用していれば、狂気度が100に達することはなかったはずだと彼に告げる。イオンは、すべてが自分の思い通りになると思っている。そしてタリアはファルコンを見てショックを受ける。彼女はウェンに、自分と同じようにボスについて考えているかと尋ねる。 イオンに降伏した時とはどこか様子が違うように見えたウェンも彼女に対して同じ気持ちだ。タリアはキャプテン・ファルコンがここ1時間火を見つめていて一言も発していないと彼に伝える。彼女は何かおかしいと感じ、イアンが今日王とつながりがあるのではないかと考える。イアンはイオンがキャプテン・ファルコンに何かをしたと気づく。 彼女は彼の方へと歩み寄る。しかし、イアンがそうするのをやめ、イオンに自分の場所から出て、ギルド長と話すように言う。ユーリビアは、イオンは裏切ろうとしたので、ギルド長と話すことは許されないという。ユーリビアはタリアに、今しようとしていることをやめるように叫ぶが、彼女は剣を取り出して、リーダーに何をしたのかと尋ねる。 彼女はユーリビアを攻撃しようとしたが、すぐにファルコンが立ち上がり、攻撃を止めようと彼女の手を掴んだ。彼は彼女に何をしようとしているのか尋ね、イオンが彼の命を奪わなかったのは幸運だったと告げる。タリアは、彼らが彼に何かをしたと思うと彼に告げる。ケイは彼らの話を聞いて、イアンが彼をうまく操ったと結論づける。 イアンはファルコンの体を思考で操る。そして彼は自分の意志が現実になったことを喜ぶ。彼らは目的地に向かって進んでいる。彼はファルコンの助けがあれば4人の騎士を殺すことができると結論づける。彼は狂気の門の力の助けを借りて復讐できることを知っており、まず知らぬスを殺すことにする。ハイヤは目を開けると、 自分が宇宙にいるのに気づく。彼女は自分がどうやってそこにたどり着いたのかわからないが、最後に覚えていたのは自分が狂気の門にいたことだ。彼女は彼が自分を追い抜いたのではないかと疑問に思う。狂気の王は王座に座っており、小さなイオンがワンダーランドから逃げ出し、彼を圧倒したことに気づく。彼女は強王に会った。王は、 二人は知り合いに違いないと彼女に告げる。祭壇の近くで彼女が彼の名前を呼ぶのが聞こえた。ヒャは彼にイアンが生きているかと尋ねた。今日は笑い、もう知っていると思った。そうでなければ彼女は彼のところに来なかっただろう。彼はイアンをどれだけ生きさせておくかわからないと彼女に告げる。ヒャは彼に怒鳴り、 イオンを傷つけないように警告する。彼は彼女に取引を持ちかける。一方、彼らは人間の首都、つまりヘロデ帝国に到着する。彼は彼らの大陸がバラバラになっていて、それぞれの部分を異なる帝国や支配者が支配していると伝える。エウルビアは人々を見て、彼らが活気があり、すべてが自分の故郷と違うことに気づく。 イオンは彼女にホームシックを感じていないかと尋ねる。そして彼女は子供の頃からアトランティスから脱出するのを待ち続けていたことを彼に告げる。彼女は戻るべき場所がないからこう感じているのかもしれないと気づく。子供たちはエウリュビアが青いのを見て騒ぎ始める。彼らはエウリュビアを誰にも見られないように覆うことにした。 誰も彼女のような青い顔をした女の子を見ることに慣れていなかった。エオンは、門の警備員がエウリュビアを問題視していないようだと気づく。ウェンは、ギルドホールで泊まるよう提案する。エウリュビア、レオ、イオンがシルバーキングギルドに入団しないことは知っているが、彼らが次の行動を決めるまで食べ物と滞在場所を提供することはできる。 レオは彼らがホームレスのように夜を過ごしていないことに喜び、ウェンは命の恩人だと思う。ウェンは彼の方を向いて、これが彼らにできる最も少ないことだと彼に告げる。彼はまた、ギルドを救ってくれたことでギルドが彼らにいくらかの報酬をくれると信じていた。レオはエウリビアに、今は選べるからどこに行きたいのかと尋ねる。エウリビアは、 レオとイオンは信頼できるから一緒に行くべきだと考える。気にしないで欲しいと頼む。イアンは彼らが間違った方向から始めたことを知っているから気にしないという。レオはまたアトランティスで数えきれないほど多くの命を救ってくれたイオンと一緒に行くべきだと考える。そうでなければ彼は今死んでいただろう。それに加えて、 彼は両親の死の責任を負った男も殺したので、いつか恩返しをしなければならないと思っている。イオンは彼らが彼についてくるかどうか理解しようとしている。彼らはどんな状況でも彼と一緒にいると彼に保証する。K は彼に全てを話してくれるかと尋ねると、彼は今話すべきだと答える。イアンは、 ギルドホールに入ってから話し合うと彼らに言う。場面が変わり、彼らはテーブルに座っている。狂った王が自分に取り付いていることを知ったレオは、カップをテーブルに叩きつけ、自分の力を使って4人の騎士に復讐したいと告げる。それを聞いてショックを受けたレオは、自分が狂ってしまったのかと尋ねる。イオンは、誰にも自分の話を聞かせたくないので、 声をゆっくりにするよう頼む。彼は自分の考えがとても愚かだと思っている。そして、ヘロディア全土で最も偉大な英雄である4人の騎士のことを話しているのを聞いて混乱する。もし彼らが彼らを殺したら、最も重要なダンジョンのほとんどがクリアされず、モンスターが帝国を蹂躙するだろう。 水を飲みながら、エルリュビアは4人の騎士が堕落していることに気づき、ダンジョンをクリアできるのは彼らだけなのではないかと疑う。イアンが彼らを殺したら、それは彼が彼らの代わりをしたことを意味する。イオンは、もし4人の騎士が消えても、ヘロディアにはスーパーヒーロー、彼の古い友人ヒャーがいるだろうと告げる。彼は、彼らのような堕落した英雄は生きていてはならず、 やりたい放題にされるべきではないと信じています。彼はレオに他のみんなのように彼らを無視したいのかと尋ねます。レオはエオンに自分も一緒に行きたいが復讐心に駆られてヘロディアの英雄たちを殺すことはできない、エオンの問題を理由に彼らを殺したくないと言います。彼は彼らが堕落した者たちだという証拠を見せれば彼を助けると約束しました。 イオンは微笑み、完璧なスパイを雇ったので簡単だと考えています。